ですね、本日行われてました、井上尚弥選手対ノニト・ドネア選手ですね、ちょっと解説またこれですね、ちょっとやらせてもらう、今回実は、井上選手はよかったのはパンチを上から落とす一発目テンプルですね、テンプルにこう体が入ってったんですよね、踏み込んでテンプルに落としたんですよね、一発目なんです。と今回井上選手はディフェンス重視ですね、ディフェンスまずディフェンス重ねて相手のパンチで止まらない、いいパンチもらわないんですけど、ディフェンス重ねてその返しですね、入ってくる左フック、左のあれですね、ディフェンスからの返しですね、もうものすごい練習してきたっていうのももう分かりましたね。で、あれですよね、そのディフェンスからの返しですね、それがすごいいい練習されてきたっていうのも分かりました。